溜まってねえとは思うんだけどな。まあ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 、全然大丈夫やな。あ、あれなんかこの手の感じどっかに見たことあるぞ俺。あ、ゴミ、死ね、ゴミ。ああ、これはわかる。鬼コンボと同レベルのゴミ。さあ3戦目、まあとりあえず怒りの魔人の記録は超えましたね。あれ、相手も悪かったけどね。で、これは会心野郎です。ギガソードも振ってきますね、ちゃんと。若干ね、運ゲーに左右されますよ。彼のせいで。まあ、おめえにお世話になったな。まあ、欠点といや欠点って言ったら、こっちが打撃しかできないことですかね。でも言うてでもそれさ、黄金のオーラあるから、コングヘッドとあんま変わんねえか。ね、まあ、アークデーモンがいたことによって、あの時はイブナズンが使えたけど、それがないからね、大体物理だよね、こいつら。まあでも、黄金のオーラは素直に強い技なんだよな。今回は目立たないかもしんない、でも正直言うと。そう、今回は実際、対人のこういうパーティーだと、光属性の攻撃が目立つところ、ないわけではないんだけどね。じゃあ、スターライトでどこまで行くか。行くぞ！まあ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 、仕方ない。せーの、ファイヤー！オッケー！素晴らしい！オッケーオッケーオッケー。貯めるがパワースタンプかよ。てか、そうそう、おめえのそういうこと、よくされてたよ！くっそ、よくされてたわ、それ。いけ、こちらも負けそう、黄金のオーラ、行くぜ、ロケットパーン、せーの、ドッキュン。光属性も入ってるから弱くはねえんだよな、黄金のオーラ自体は。ネックザ来たか。まあ、飛行系じゃないからいいんだけどさ。主人公。まあ、食らっちゃうか。まあまあ、貯めるからこれなら仕方ないか。さあ、行くぞ、コックスクルベロ。火力なら負けんな。耐久を貫く、コックスクルベロ、おいおい、ちょーと。あいつはそこそこ避ける。うん。まあまあ、あいつはそこそこ避けるモンスターだからしゃあない。もう、キルチーはさっさかちゃんには泣かされてきたな。ギガソード、ドラゴルム。うん、そうだね。これ、でも、ゴールドマンが吹っ飛ぶか。ゴールドマン吹っ飛びます。やっほー、ああ、ちょっと。やべ、ダメージですね。負けてっぞ。ちょっとそれだけは、避けてくれ。よし、主人公やって、まあまあ、しっかりやっても大丈夫。せーの、オーケー、うおー、スターライト強っ。やっぱ火力出るね。まあ、このターンに削り切られることはないと思うんだけど、これだったら次のターンリーサル狙っていいね。つばぜりをたとえかけられたとしても問題ない。オッケー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 、いいよ。つばぜりをかけられたとしても、合体モンスター攻撃は成立するんでね。いけ！黄金のオーラ！はい、ロケットパンチ！ほんとにどうでもなったもんな、こいつら。大して賢くはねえんだよな。さあ、行くぞ！右か左か真ん中だ！よし！じゃあ、リーサル行きましょうか、次のターンに。まあ、このターンに死ぬこともねえし、勇気が溜まってるわけねえでしょ。2ターンなんでね。3ターンでは溜まるんだけど。まあまあ、もう、OK、OK、OK、いいよ。全然大丈夫。それだけは大丈夫。さあ、決めようや。この主人公を見せてやれ。いざ合体モンスター召喚、ストーマン、お呼びですよ。レッツゴー、ストーマン、サンタイカータイム、怒りのマシーン、行くぞ、怒りの一撃だ、オラちなみに、付与効果は混乱です。やっぱりあいつと似てるね。さあ、4戦目です。これね、相手ちょっとね、4戦目ね、もうシルエットで分かったんだよ。このメタルチームどうだろう、若干相性悪い説あるね。はぐれメタルに逃げられるし、メタルブームもちょっと怖いんだよな。ちょっと相性悪い説あるかも。素早さ負けしちゃうから、ゴールドマンとゴーレムってそんな速くないんで、まあかなり低速のぶりに入りますね。なんで先制取られて逃げられたところに、技を打ってしまう可能性は十二分にあり得る。ただ、属性攻撃打ってった方がいいんだよな。ちょっとこれで、あ、コークスクリームの方がよかったかな。スーパーナファーの方がいいと思う。スターライトはね、ちょっと、危なすぎる。開幕からなんだっけ、何使うんだっけ開幕から。うわー、びっくりです、そりゃ。開幕からすげえことしてきやがった。でも、基本的に3ターン目のはずだ。メタルボムの方が怖いかな。メタストライクとか、まあ、通行が出やすい技っていうだけであって、つばぜりさえ勝てれば問題ないから。まあ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 ね。ダメージレースでも競り負ける可能性あんのか。メタルボム怖えんだけど。そうだね。状態異常になる確率も高いからな。
いいね。まあまあまあ、避けてる避けてる。状態異常になってないな、大丈夫だ。で、属性攻撃はメタル系に結構通るんで、これで、ちょっとご利用さを。せーの !OK! 真ん中に143。メタルキングの上つけていくからね、あいつ。そうそう、これでどんどん削ってきゃいいから。で、今回逃げてない。相手も。ダウンウォールか。どうしようかな、2ターン目つばせの方がいいかな。止めればでかいからね。よしよしよし。まあまあ、しゃあないしゃあないしゃあない。仕方ない仕方ない。そこは仕方ない。さあ、黄金の属性攻撃なんで、ちょっとは出るんじゃねえかい?さすがに第一の怒りはこっちの方がロケットマジョロがいい。行くぜ、おらー !151! で、ラリアットはもう完全物理。行くぜ、おらーああ、ああ、ああ。じゃあ行きますか。ここはかけた方がいいかな。うん。かけようか。ただ、進化の表使われてるから、もしかしたらこれ負けるかもしれんね。最大止めても。よし、最大で止めました。まあ、これで負けたら多分相手の進化の表はちょっと効きすぎてた感あるね。よし、OK! これでもう進化の秘宝は無駄になった。これはあとゆっくり、本当に全体攻撃でゆっくり詰めてきゃ勝てる。メタルゲームモンスター火力はないからね、そんな。あいつらは火力を返しに依存してるから、まあ、実際問題そんな高くない。今回しかもモンマスとかじゃないしね、戦士だしね。まあ、ちょっと怖いのはこういうメタルボムとか状態異常重ねられることか、ってことは。よし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 、ガードしてるってことは大丈夫だ。さあ、黄金のオーラ、ロケットパンチ、とりあえずしっかりやっててくれ。いくぜ、せーの、バキューンただアンガーパンチ、怒りの魔人のラインは多分だいぶ低い。630じゃきついよね。うん、200いかないと思うから、ここはもう本当にゆっくりでゆっくりゆっくりでいい。ヒットアンドダメージ対策ゆっくりまず削って、次リーザル、それで終わりだ。いい感じに戦えてるね。もうなんか慣れたもんですよ。もう慣れたもんですよ。はい、というの。OK! 十分十分十分。しっかり全員当ててるなんだ、大丈夫だ。メタル系の回避はそこまでないけどね。来たね、ヒットアンドウェイ、一番恐れてた時代。まあ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 。まあ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 。あいつらは会心を添えて、通行に依存するしかないから。このターン死ぬこともない。次のアンガーパンチで終わりだ。ちょっとヒヤッとしたけどね。おー、いいね、聖女の盾。まあまあ、ここで、ラリアットで、まあまあまあ、1外し、2ミスどころか。いい、全然大丈夫。次は終わりだ。アンガーパンチで終わせてやる。大丈夫だ。うちにはリーサルウェポンがいる。大丈夫だ。まあまあ、いいんですよ。何も関係ないです。まあいい、全然大丈夫。気にしなくていいっすよ。気にしなくていい。高速切りむしろ、あれの威力が高い方が怖かったからね。第一の怒り炸裂、うん、すっごいひどいダメージ出てる。終わりだ、合体モンスター召喚、いくぞストーンマン、お前はいつもこうやって非番にしかならない、すまんな、いくぜ、怒りの一撃 だアンガーパンチ、なんじゃ152って。なんじゃ152って。さあ、5戦目だね、折り返しに来たね。さあ、何が来るんだっけ?あーあー典型的、すっげえわかりやすい、典型的すぎるこれ、ぶつかり合いになるぞ。これ、避けられるか、押し切るか、二択だぞ。これ、めっちゃわかりやすいじゃないですか。片方物理ばっか、片方呪文ばっか。すっごくわかりやすくて助かりますよ。本当はマジックマリア使いたいけど、もちろんそんなものは存在しないので、殴り合いっすね。でもこれだったら、無理に狙わなくてもいいかも。ね。主人公や祈祷師に、どうせまあこのね、ゴールデム軍団はね、暴れちゃうだろうから、主人公がね、悪魔神官、アーカンでやってくれるといいんだけど。アーカン頼むぜ。オーケー、そいつはさすがに受けない。そんなに。まあまあ、避けなくはないけど。おら!オーケー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 。なんだったら全体攻撃でもいいかも。打点取れるからね。ダウンウォールにそうやって逃げてくれる分には全然大丈夫だ。で、合体魔法もないし、向こうは。それやったら、全体をね、擦ってった方がいいか?まあまあまあ、仕方ない。大丈夫、しっかり次当ててくれればいい。火力と火力のぶつかり合いじゃねえか。熱い戦いじゃねえか、随分。いいよか。さあ、お互い自分ともう、多分弱点取られまくりますよ。やっほーゴールドマンの体勢って意外と魅力的だな。属性体勢はいいからね。おら避けられるの仕方ない。ある程度1ピロリはしゃがない。いけ、大地の怒り、行くぞちゃぶ台みたいにやった、おいつ避けるねあいつ。まあでも大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫。
とりあえずつばぜり合いで止めておくか、次。次のつばぜり合いで止めておいた方がいいかな。うわあ、そうか、ベギラマはダメだね。そうだね、灼熱はダメだね。ゴールドマン、いくら体勢が優秀とはいえ。とりあえずここで主人公を止めて、勝っておきたいね。早すぎたか。よし、オッケー、勝った。よし、勇気負けない。最悪の負け方はしない、これで。で、ここでスペシャルカードするでしょ？何使ったっけ？おー、かっこいい！なんだ？かっこいい！かっこいいな！なんだあのスペシャルカード、かっこいいぞ！さすがに、さすがに、回復力がひどすぎねえか。いくらなんでも無理があるって、それは。やばいな。ギラやばいな。ゴールドマンは確かに、ゴーレム系統より確かに、ね、属性耐性いいんですけど、灼熱系統はダメですよ、さすがに。そっか、ギラがきついのか、お前ら。いけ、第一の怒り炸裂！ほら！よしよし！ちゃんと全体打撃で、こんだけ出るんだったら、全体攻撃越せば大丈夫だ。いけるいける。わかりやすく、削り合いじゃねえか。ほんとわかりやすいな、これ。今回。この戦いすげえわかる。あー、やった！これ、いけ、コークスクリューブロー！ほら、よく当たった！よし、全体こする、全体こする、全体こする。ここは全体こするか。全体こすって、最後はもう、リーサーであいつ決めれば、600ダメン出るから。聖女の盾持ってるから真ん中ガードされるとして、どっちだっけな？おっと外してんね。まあ、しゃあないしゃあない。2体当たれば大丈夫だ。全部避けられたってことがなければ大丈夫だ。これもアーカンに当たるから。アーカンが150ぐらい持ってってくれる。せーの！オッケー !182！ すげえな！よし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 。なんだったら、ゴーレムここでやってやっていいよ。ゴーレムスやったっていいよ。なんだったら。まあ、イオナズンね。来たか。最大打点のイオナズン！やっほー！ああ、まあ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 、わかりやすいわ。すっげえわかりやすいじゃねえかよ。お互い力で押すタイプの。典型的な殴り合いじゃん。いいいいいい、CPU とでもこういう戦い俺好きだよ。典型的な殴り合い。いけるかな、ありがとう！任せろストーンマンどこ行ったん？さあ、折り返しの6戦目ですね。なんだかんだで結構ね、大会モード適性はあるって感じだね。ルンルン来たかルンルン、つばぜり合いができないってことだけ気をつけて、まあ、バーサーカー以外は回避そんなないから、ちょっとご利用しちゃいたいね。脅威といえば脅威なのが、ゾンビパウダーによる呪い効果。ルンルンが使ってくるチームの。そして、シャーマンが何よりいるということ。ドルマが使えちゃうんですよ。勇者の弱点をモノにつけるドルマを持っているってのが結構厳しいんじゃないかな。ただ、回避率はシャーマンはないし、腐った死体でも黄金のオーラで吹き飛んでくれるだろうから、打点の取り合いになるかな。2800素で HP あるのはでもでかいよ。なんだなんだまた変わった技を使い始めたな。外しやがった外しやがったな。スターライトでどこまで行くか。大事だよ、このダメ点。はい !OK! シャーマンだね、やっぱ狙いは。せーの、はい、OK! OK! うわすごい毒爆弾ね。隠れて強い技なんだよな、これも。爆発ブレスで、かつ、毒っていうのは割と強い技であるからな。あ、やばい、効いたな、これ。うわ、強い。こうして見ると強い技なんだよ。うん。見た目はふざけてるけど、割と強いと。まあ、ギガスラッチュか。おいおい。ああ、なるほどね。もう一回、オッケーオッケーオッケー。とりあえず、殴り負けはしたくないね。やっつけ負けすると、ちょっと厳しくなるから。いけ黄金のオーラ行くぜおい、ロケットパンチどりゃーシャーマンか。やっぱシャーマン狙ってくれる分なら大丈夫だ。さあ、行くぞ、ゴーレムス。大気を貫く、コークスブラウン！わーどこに行くんどこ行くんこいつの機嫌にも左右されるんだよな、そう考えると。さあ、頼むぜ。いい感じ、いい感じでも。なんだかんだでいい感じになってるね。あ、よくバサマンに当てたね。まあ、属性攻撃弱点取れてる。おーしよ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 し。いい感じの打点は取れてる。来た！ゾンビ王だ！これで、呪いにかかったりすると厳しくなるね、一気に。来たさ、備え物。美味しいでしょそれを報酬に腐った死体、頑張れ！腐った死体が覚醒しました！ちょっと、やれやれ！腐った死体！ガード！ん？あれなんか後ろに、あれ？やっほー！美味しいねー！大狂乱、ゾンビの集団。どんなもん？よし！オッケー！ずっとガードして取り続けたもんね。これだったら次リーサルいけんじゃねえかな。SP によるけど、せーの !SP 次第だけどね。でもルンルンって天使の歌は使わなかったはずだからな。
次で普通にリーサル決めたいけど。黄金のオーラ、せーの、オッケー、リーサル行きましょう。こっちはリーサル行きます。はい、合体モンスター召喚、行くぞ。非番非番の優雅魔人兵、優雅3体合体、怒りの魔人、行くぜ。怒りのパンチ、アンケーパンチ、オーラ割となんかこのチーム強いんじゃねえかな。